はいどうも、キスケです。ということで、ドラゴンボールレジェンズ公式 X より新キャラクターのヒント画像が公開されました。まあそれがこちらですね。はい、まあコーヒーですよね、どっからどう見ても。でまあこれを見た瞬間というよりかは、今までの傾向プラス、まあみんなも予想してたであろうドラゴンボールスーパーの未来編なんじゃないかっていう予想をさ、まあ大体の人やってるやん。だから、まあこのコーヒーを見た瞬間、まあ、これですよね。ザマスとブラックがまあお茶を楽しんでると、このシーンがやっぱ思い浮かびましたかね。まあでも厳密にはコーヒーじゃなかったような気がするんですけどね、このザマスとブラックが飲んでるやつね。ちょっと細かいかなっていう感じはするけど、そこがね、若干あれって思ったところなんですよね。でまあそれか、はい、こちらゴアスですよね。ゴアスがまあ茶を飲んでると、いうことで、まあやっぱりドラゴンボールスーパーの未来編から来るのかなっていう、そういう予想はできるかな。だからもしこのヒント画像がね、その未来編の茶しばいてるところをその表しているのであれば、やっぱ出てくるキャラクターはこの辺になってくるよね。ザマスで悟空ブラックで合体ザマス、まあこの辺なんじゃないですか、おそらく。でヒント画像のキャラクターっていうのは、その目当てのキャラクターではないんですよ、大体ね、最近の傾向から見ると。だからまあ付属の通常スパーキングの枠をヒント画像で教えてんのかなっていう感じはするんやけど、そうなると合体ザマスとかは結構さ、なんていうの、目玉級じゃない、キャラクターで言うと、キャラ人気とかで言うとね。だから合体ザマスではないのかなっていう。一回僕ゴアスをさ予想したんやけどさ、マジでゴアスの可能性もあるくない？だって海洋神出てきたもん。海洋神カッチンコをぶっ飛ばしてるでしょ、 PVP でも。だからゴアスがね、まあ通常スパーキング枠で、あともう一体通常スパーキング枠で目玉キャラクター一体みたいな、なんかそういうガシャ構成になりそうな予感がするっちゃするんだよな。どうなんやろう。第2回もなんかダブルピックアップやりますとかだとさ、ちょっとしんどくない？さすがに。だからもうダブルピックアップはやめてほしいなっていう願望があるんですけど、多分まあゴアスが通常スパーキング、もしくはザマス、そっち系になるんじゃないかなっていう感じはするんだよな。それかこのコーヒーの画像がブラックコーヒーで、悟空ブラックでしたみたいな。そういう可能性もあるよね。まあでもな、このなんかブラックコーヒーにしては色薄ないかって思うんだよな俺。細かいか、細かすぎるよね。細かすぎるとは思うけど、コーヒーにしては色薄いなって思うんだよな。まあでもまあまあこれがね、ブラックコーヒーやったら悟空ブラックとかで、お茶をたしなんでるザマスでゴアス、この辺りが通常スパーキングとして来るんじゃないかなっていう感じかな。じゃあ目玉は何なのかっていう話なんですが、やっぱトランクス、が一番ふさわしいんじゃないですか、多分ですけど。でそうだな、今の PVP で言うとウルトラゴハン2とかも最近復刻しましたし、まあ根血サイヤ人としてね、まあ使えるっちゃ使えるし、で未来としても阪神崩壊ザマスとかと組み合わせて、使うこともできると思うんで、まあ今回のガシャだけでなんか頑張ってパーティー組むってなっても無理はないのかなっていう感じはするから、こういう周年の人が集まりやすい、新規のプレイヤーが集まりやすいタイミングで、なんかそういうガシャを開催するっていうのは予想としてはありえるんじゃないかなと思うかな。はい、ってな感じなんですが、感じなんですがっていうことですよ。このねコーヒーの画像がね、これね、これまあ大体は未来編の
ザマスとブラック、まあゴアス、そのあたりを予想してると思うんですけど、実はドラゴンボールって結構コーヒー出てきてんのよまずこれね、うん、これはまあ俺が思いついたわけじゃなくて、まあリプランとか見てみると、まあこういう画像が貼られてたんですけど、まあ、パンちゃんが飲んでますよね、 GT として。だから GT のキャラクターの可能性も出てくると。でもう一枚、はいDB 編ねこれもうなんならまんまですよね。これちょっとポットの色がね、赤色とヒント画像は白色と、まあ色が違うわけですけども、これに関してはもうまんまよ。だってポタポタ垂れてるし、うん、今現在進行形で作ってますよみたいな。なんならこの中身の液体の色すらほぼ一緒っていう。で一番このヒント画像に近いのは実は DB のこのシーンだったっていう。やばくない？で最近謎のブルマ実装されたよね。だからワンチャンあるんじゃないか、 DB 編の周年第2回。こうなってくるともう正味わからんよね。だって確かね、ドラゴンボールスーパースーパーヒーローの映画の中にもコーヒー出てきとったし、あのご飯が研究でなんかね仕事してる時にコーヒーやったような気がするし、でそもそもこの画像がコーヒーに目を取られすぎみたいな。そうこの形見てください、これ砂時計なんじゃないかみたいなそういう予想してる人もいましたね。だこの上からねポタポタと垂れてるこのドリップが、これがあの砂が上から下に落ちてるところを表してるみたいな。で形はまあ砂時計まんまやし、じゃあ砂時計何が予想できるんだっていうと、魔人ブー編のあの精神と時の部屋で修行してる時にブーがさ、この時間だけ待ってくれと言いましたよね、ピッコロあたりが。でそれでこう魔人ブーがこの辺で砂時計を眺めてるみたいな、そういうシーンで、まあ、砂時計が使われたということなんで、もしかしたら魔人ブー編の可能性もあると、もしかしたら GT の可能性もあると、 DB 編の可能性もあると、で予想通りスーパーの未来編の可能性もあるということで、まあ、ぶっちゃけねこの画像だけで予想するってなるともうラチが開かないラチが開かないっすよ。でしょ、だってこの画像に一番合ってのDB編っすよ。でなんならね、先ほども言いましたけどザマスとブラックが飲んでんのってコーヒーではないし、確かなんかお茶とかなんか紅茶みたいなそっち系でしたよね。だからワンチャンワンチャン違う可能性はあるけど、けどさすがに今までの傾向を見るとまあまあ未来編だろうねっていう、ことですよね。けどさ、なんかさ、このみんな飲んでるじゃない、これゴアスとか飲んでるでしょ、これゴアスのさ入れ物ティーカップの模様でなんかヒント一回出さへんかったっけ、レジェンズ運営なんか出したような気がするんだよな。そうこの並々模様にこう青い丸ポンポンってついてるヒント画像なんか見たことある気がするんだよな。同じシーンをさヒント画像として出す、そんなネタないレジェンズ運営は。いやどうなのかな、実際わかんないですよね、もう正直ここまで来るとようわかんないですね結論よくわからないということで、まあ王道に予想するんやったらこの辺っすよ、ザマスブラック合体ザマスで、あと1体がゴアスで、メインキャラクターがトランクスで、まあ変化球を投じるなら GT とか DB とか、まあ、そっち系になってくるのかなっていう、そういう感じでした。はい、まあでも深く考えずに未来編だと思いますよ僕は。だザマスとブラックが飲んでるそのお茶紅茶あたりをこう表してるヒント画像なんじゃないかなと思います。はい、まあオリジナルキャラクターとか来たら熱いけどね、トランクス&赤腕ご飯みたいな、それなんかヒントじゃないわ、予想動画のコメント欄であったから、俺が言ってる風に言ってるんやけど、そういうそのオリジナルのねタッグキャラクターが来れば結構熱いかなっていう感じはするんですけどね。草ってもだって
史上最高の6周年って歌ってるわけでしょ。こんな予想通り未来編来るかねって思うんでね、ちょっと楽しみですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ皆さんの予想をねコメント欄で書いてってください。よければチャンネル登録と高評価お願いします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。